インプラカブルはイギリス海軍の戦艦。フォーミダブル級。1898年7月13日気候。1899年3月11日浸水。1901年9月10日にデボンポート交渉で収益し、地中海艦隊に編入された。地中海での活動中、インプラカブルは1902年、1903年から1904年。 1904年から1905年にマルタで修理を行った。1905年7月12日に大きな事故を起こした。この時はボイラーの爆発によって二人が死亡した。1906年8月16日にも別のボイラー爆発が起こった。1908年チャタム交渉で修理に入った。1909年2月に チャタム交渉での修理は完了し、インプラカブルは海峡艦隊に編入された。ついで1909年5月15日には大西洋艦隊へ移った。1912年5月1日の艦隊再編により、5月13日にインプラカブルはノアの第2本国艦隊第5戦艦戦隊所属となった。1914年8月に第一次世界大戦が、 始まると、第5戦艦戦隊は、海峡艦隊に配属されポートランドを基地とした。1914年10月後半に、インプラカブルは一時的に、ドーバーパトロールに配属され、前線で戦っている、連合国軍を支援するために、ベルギー沿岸のドイツ軍を砲撃した。それから、海峡艦隊に戻った。1914年11月14日に、 第5戦艦戦隊はドイツ軍の進攻に備えてシアネスに移ったが1914年12月30日にポートランドに戻った。1915年3月、インプラカブルはダーダネルス海峡に移動しダーダネルス作戦に参加した。インプラカブルは1915年3月13日にイギリスを出発し、 3月23日に、レムノス島に着いた。1915年4月25日、インプラカブルは、ヘレス岬の X ビーチへの連合国軍の上陸を支援した。そして、その後も1915年5月まで、作戦の支援を行った。イタリアのオーストリア・ハンガリー帝国への宣戦線布告後、インプラカブルと、戦艦ロンドン、プリンス・オブ・ウェールズ、 クイーンは1915年5月22日にダーダネルス海峡を離れアドリア海でイタリア海軍への増援に当てられる第二派遣戦隊の一部となった。1915年5月27日にインプラカブルはこの任務での基地であるイタリアのターラントに到着した。1915年11月インプラカブルは第三派遣戦隊に移された。 テッサロニキを基地とする。この船体は、スウェズ運河パトロールの増援とギリシャとブルガリアのエーゲ海沿岸を封鎖している。フランス海軍の支援を目的として編成された。1915年11月にインプラカブルは基地をエジプトのポートサイドに移した。1916年3月22日にインプラカブルは修理のためにイギリスへ向かった。 1916年4月9日に、プリマス交渉に着いた。修理完了後、インプラカブルは、第3派遣戦隊に戻り、テッサロニキを基地とした。1917年6月、ギリシャ国王コンスタンティノス一世の退位の時、インプラカブルは、アテネに滞在していた。1917年7月、インプラカブルは、イギリスに戻り、 対戦艦艇へ乗員を供給するため退役した。1918年3月まで掲戦された後、ラーウィック、カークウォール、バンクラナで、ノーザンパトロールの母艦として使用された。1818 18年11月、インプラカブルは廃棄リストに載せられた。1919年に退役し、1920年2月4日に売却リストに載せられた。 1921年11月8日にスラウトレーディングカンパニーにスクラップとして売却された。ドイツの会社に転売され、1922年4月にドイツへ栄光された。ありがとうございます。